皆さん、こんにちは。今回は今、新型コロナウイルスが第1類指定感染症から第2類指定感染症に下げられたようですが、僕は5類に下げてもいいと思うんですよね。じゃあ、なんで一気に5類に下げるかというと、確かにコロナって感染力はいまだに強いって言われてるけど、春以前、緊急事態宣言発令以前よりは、検査の数と感染者数は増えながらも、重症の人って減少傾向になってるんですよ。あと、ここ最近1、2ヶ月ほどはね、若者の感染が多くて、軽症の人とか、あと無症状の人が多いんですね。中には、少しだるくてね、軽く咳が出る程度で終わって、翌日になってね、回復になるっていうこともあるらしいんですよ。あと、最近30度とかね、35度とか、真夏日、猛暑日ね、まだ暑さ続いてると思いますがね、その最近の暑さで、熱中症と間違えることだってあります。なんかコロナと熱中症のだるさとかね、倦怠感っていうのは、非常に似てるらしいんですよ。テレビでよく言われてるんですけど、でまだね、今年は10月まで暑さ続きますけど、これから福島より北、東北とか、あと北海道などとか、場所によって違うかもしれないけど、気温が下がってくる日もあります。気温が下がってくると季節性のインフルエンザの感染する人、その人たちも増えてきます。その時期に、体がだるいとなるとね、コロナの PCR 検査で、仮に陰性で終わったとしても、逆にインフルエンザの検査をしていたら、感染してるっていうことが、そういう可能性もゼロではないんですね。仮に無限にインフルエンザを検査するキットがあれば、インフルエンザですら無症状で感染する可能性だってあるんですよ。だから結局、コロナとインフルって、感染した人っていうのは変わんないことだって、それはね、あるかもしれないですよ。ここで言いたいのは、なんか最近いくらね、体調が悪いからといって、何でもコロナってね、言ってる人がね、結構いるようですが、そうやって決めつけるのは良くないと思います。でも、重症の人はいなくはないので、むしろ、その少数派の重症の人に、多く医療支援をちゃんとやった方がいいと思います。そうすれば、しっかり治療する環境がね、できて、で、重症者も減って、で、多くの命が救われて、で、重症の人もね、一時的に、ゼロとは言い切れないんですがね、ほぼいなくなるかもしれません。今回はね、ここまでにしたいと思います。最後までありがとうございました。あよ、チャンネル登録よろしく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 し、登録しないとしく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 し、ピエンピエン、ほらピエンピエン、ほらピエンピエンになってしまうよ。ジョブです。